それでは大変お待たせをいたしました。どうぞどうぞ大きな拍手で、お迎えください。オラオラで一人雲、沖田修一監督、青木宗隆さん、そして工藤拓郎さんです。どうぞ。皆様ようこそ東京国際映画祭に、お越しくださいました。この、ハートウォーミングな素晴らしい作品を我々へご紹介する機会をいただきまして大変光栄に思っております。 Thank you so much for presenting this wonderful heartwarming film for the festival. はい、それでは皆さんお座りでください。はい、まず皆様最初にですね、一言ずつご挨拶のお言葉を頂戴して、参りたいと思うんですけれども、まず最初はですね、田中裕子さん演じる桃子さんの心の声が具現化されたキャラクターで怒りん坊で短気けれど涙もろい性格の寂しさ2を演じられた青木宗隆さん、よろしくお願いいたします。 So first of all, we have a few words from Mr. Aoki, who played Loneliness 2, who is a little bit short-tempered and but tearful. Thank you.ロンリネス2の、青木宗隆です。本日はどうもありがとうございます。マスクで皆さんの表情すべては拝見できないんですけども、きっとマスクの下はほっこりとした、顔になられてるんじゃないかなと、確信しております。本当に今日はありがとうございました。 I can't tell because of your masks, but I'm sure that under your mask you're smiling and you feel very, very warm inside. Thank you for coming out today. ありがとうございます。続きまして、陽気で歌いがち、3人いる寂しさたちの中でも、のんきな性格の寂しさ3を演じられました、工藤官九郎さん、よろしくお願いいたします。And Mr. Kudo, who played the very cheerful, singing, and carefree Loneliness 3. すいません、Loneliness 3を演じました。工藤です。はい、ありがとうございます。今の説明で全く間違えてないです。はい。ちょっとロンリネス1がいないんでね、ちょっとロンリネスが足りないんですけど、ありがとうございました。 Thank you everyone for coming. I'm sorry we are missing Loneliness 1 today. Not enough loneliness here, but thank you all for coming out. ありがとうございます。ちょっと監督をご紹介する枕言葉がないんですけれども、はい、沖田監督お願いいたします。 Can Mr. Okita please?本当はロンリネス1だったらよかったんですけど監督の沖田です。今日はこんなに広い会場でこんなに大きなスクリーンで、映画を上映して見ていただいて本当に嬉しく思ってます。よろしくお願いします。 Hello everyone, I'm the director of the film and I'm just so honored to have my film shown on this very big screen in a huge auditorium. Thank you very much for coming out. ありがとうございます。それではここからはカメラマンの皆様フラッシュの方はお控えいただきますようご協力をお願いいたします。 So please don't use your strobes from here on. Thank you. 少し私から最初お伺いしてまいりたいと思うんですけれども、まずはこの作品、田中裕子さん15年ぶりの主演でいらっしゃったということで、我々を見て本当に感動したわけですけれども、皆様ご共演されていかがだったかというところからお伺いしていきたいと思うんですけれども。So we want to ask how it's been 15 years since Yuko Tanaka played a leading role in a film. So how was it to work with her? 青木さんからお伺いしてよろしいでしょうか。Mr. Aoki first. はい、そうですね。いや、こういうと語弊があるのかもしれないですけども、本当に、ロンリネスでしたっけ、ワン、ツー、スリーで、本当にふざけたように楽しく現場でとにかく楽しんでました。そんな感じだったので、はい、田中さんもちょっとどう思われてたかわからないところもあるんですけどもとにかく本当に監督が作ってくださったその世界であったりだとかその空気一貫も含めですけど本当に楽しくはい、遊んでました。はい。Well, actually, we were Loneliness 1, 2, 3.
And it's almost like we're playing, and we had so much fun. It was so enjoyable. I don't know what Ms. Tanaka thought of us, but we were really into the director's world, and he created an atmosphere which was really like playing, and it was very much fun. Kudo-san, how was it?僕はやっぱ昔からドラマや映画で見ている女優さんなのでそれなりに緊張してたんですけど現場入るともうあのセットのところにまず最初に田中裕子さんが座ってでもう僕らが入る時にはもういるのでもう桃子さんがいるっていう状態のところにじゃあはい1番三味線1、2、3こう座りましょうかみたいな感じになるのでもうなんか途中から三味線と同じ、まあ、衣装も同じなんで4人組みたいな気持ちになってきましたね、はい、Well really,、I was a little bit nervous because Ms. Tanaka is such a great actress and I've watched her in dramas and films、but once we got to the set,、there she was sitting before we got there so there was Momoko-san already on the set so we were the lonely nurses but、we were wearing the same outfit as, as Momoko so it was like a team, a four-man team監督にその、まあ、田中裕子さんを、まあ、主に迎えられたいきさつと、はい、この4人、まあ、3人の寂しさと田中さんをこ う, うまく違和感なく一緒にこう、はい一緒に違和感なく過ごせてもらうような工夫というかなんか演出上の、はい気遣いというか、so、director, そういうことがありましたら教えてください。So, director, Ms. Tanaka, why was it her in the first place? And how did you direct it so that it doesn't feel so strange and out of place? そうですね。でも本当田中さんが本当になんかなんでしょう、リラックスして家に座ってるんで、もう本当にあと、なんだろうな寂しさ3人もこうわっと本当に同じ衣装で集まったらなんか別に僕がどうこうするっていうよりかはなんか自然とその方がいいだろうということをみんなが思ってくれてそれで現場が動いてたような気がします。And really, Ms. Tanaka was there, as Momoko, and she was so relaxed in her own house, and so that when I brought the lonelinesses in, and wearing the same costumes,there seemed to be nothing strange. It seemed such a natural thing, so that the director didn't have to really work hard. Tanaka さんから皆さんにここはこうしましょうみたいなことをおっしゃることってあるんですか Did Ms. Tanaka ever say, let's do this or let's do that? なんかなかったです。No. でも本当、ああ、田中裕子だと思っていながらも、でも田中さんおこたとか入ってて、なんか目指しかじってたりとかお茶飲んでシュウマイ食べてたりパックの入ってるのとか見たら本当にその佇まいがもう桃子さんになってたんで Well first I was thinking oh this is the great actress Miss Tanaka but then I just saw her in the kotatsu sitting there and eating the dried fish and drinking her tea and eating her little dumplings it just felt so right and so naturalだから女優田中裕子として皆さんとやりましょうと接するんじゃなくても最初から桃子としているからもう それ以外の説明が必要がないっていうことの準備を彼女がされているってことそう、she was so much the character of Momoko you didn't have to think of her as this great actress there 逆に撮影後に交流されたりとか And did you talk to her after the shoot?今日じゃないですか。今日久しぶりに会って、今日一番たなそうそう、はい、この前にちょっと座談会座談会があったんですけど、一番田中裕子だと思いました。Yes. We had an interview or a little talk session. と思いました。And I really felt that's the actor, Tanaka-san. ちょっと今日どんな雰囲気だったのか報告して手に取ってます。カジュアルな、そうですね。格好されてましたし、なんか。喋ってるうちにみんなそうだったんですけど喋ってるうちに思い出してきますよね昔ですね1年前のことは1年前になるわけです She was dressed very casually and as we were talking we remembered many many things the memories came back because we shot it one year ago 監督も今日いらっしゃったはい、いました We were there too? もう確かに隣で田中さんがいて僕も本当に普段着なんでなんだろうな
はい、あの田中優子さんだな。So, yes, she was sitting next to me, but she was dressed very casually, so I just thought, yes, this is her. なるほど。あの、どう、さ、なんか撮影中、いろんな3人の寂しさが田中さんの周りで、あ、桃子さんの周りでいろいろこう、いろんなパフォーマンスやれたりとか、楽器演奏したり、歌ったりとかされてるんですけども、何かそこで印象的なエピソードとか、覚えてらっしゃることあります？ Could you tell us any episodes? There's so much fun going on with the singing and the band and everything. あの、最初台本をいただいて読んでてすごい面白いなと思ったんですけど、で、その後に衣装合わせがあると聞いて、これどんな衣装を着るんだって思ったんですよね、この寂しさ123は。で最初、まあ、その心の声の一応人物ということだから、黒タイツとかそういう全身黒子の感じなんじゃないかなっていうことを想像してたんですけども、実際行ってみたら、あの桃子さんの衣装の僕ちょっとからでかいんで、そのバカでかいサイズの桃子さん衣装が用意されてまして、いやー、なるほど、こう来るのかっていうのを思いましたね。そしたらやっぱり工藤さんも浜田君も同じっていうのこれはめちゃめちゃ面白かったですね。 And、when I got the screenplay, I thought it was going to be very exciting. And we went to the costume fitting, and we were wondering what the costumes for the lonelinesses were going to be, because they are the voices of her heart. And I thought at first we would be dressed all in black, like black tights and everything.But then we got the exact same costumes as Momoko-san, only mine was super big because I'm very large. That was quite fun for me, and it was quite funny. And I think Mr. Kudo and Mr. Hamada also thought the same. あの衣装は監督デザイン。Your design? デザイン。衣装の、あの方とどういうのをまずしようかっていう話をした時に、やっぱりあの みんなどうするんだってなってて、でそういう抽象的なやつも一応案にはあったんですけど、やっぱ桃子さん何ですかね、妖精みたいな、なんか結構あの多分いろいろなイメージがあったなと思います。なんかやっぱり同じ桃子さんの服を着るのが一番、まあ、自然っちゃ自然なのかねっていうんで、まあ分かりやすいのかなと思って。はい、あの そうしましたけど、なんか男の人があれを着る面白さも、みんな同じ衣装を着てる面白さもあるなと思って、はい、なんか、じゃあ、かわいいな。And really, it was, I was talking to the wardrobe, and we were wondering what they should wear. Of course, we did think about black tights and all that too, symbolic pieces, but we thought that if they all wore the same outfit as Momoko-san, it would be quite funny. And also, men wearing the same outfit would be quite funny.桃子さんいない時の寂しさ3人役者さんたちは何かいろいろ作戦会議とかされてたりしたんですか？ Were you talking amongst yourselves when 桃子さん was not there? 桃子さんがいない時は僕らもいないんで、あの逆に桃子さんがいて、本当はみんないるんだけどカメラがここに入るんで、ちょっとこのカット、あの浜田くんお休みですとか言われると不安に、すんごい不安になる。今まで3人でやってきたから足りないみたいな、寂しさ半端なかったですより、うん、それはあとなんとなく動いてると決まってきますよね。そうですね、3人どうするか、位置取りと役割ってなんとなく繰り返しているうちに、じゃあ別相談してるわけじゃないんだけど、あ、じゃあこうしようかなとか思って、うん、あのなんか節分のとこで、ま、豆まく下りの時とかもう、あ、じゃあ俺こっちから出ようかなとかっていうのってなんとなく決まって、なんかありますよね、はい、顔の出し方とか。 Well, when Momoko-san is not there, then we are not there as well, and therefore we had to always be there, and then sometimes because of the camerasNot three of us, all three of us could not fit in. And sometimes like Hamada-san would not be there, and it was only the two of us, and we feel something's missing. We felt very lonely about that. And the more we did it, we knew how to move, and we could figure out what our roles were. And therefore, like for the bean throwing scene, we kind of knew where we should be and who should be doing what.
監督が向こうで、はい、そうなんだってすごい関心なさってるんですけれども、そうですね、そういう現場ですか？3人にしか分からないことがきっとあるんだろうなと思って。There's a lot of things that I didn't know, but only the actors knew. なんか車乗った時に浜田さんが、あれこれシートベルトするべきですかねって言って、なんかそういう決め事とかもなんかやってみないと分かんないなと思って。そうそうそう。一応見えない設定なんで、物をこう通り抜けられるのかとか、もう浜田さん said, should I put the seatbelt on? ぐらいからどうでもよくなりましたけど、もういいかみたいな。We're wondering because we're not supposed to be seen. But when we were making the rice balls, that's about when we thought, oh, okay, it doesn't matter so much.はい、ですね、時間があっという間に過ぎてしまうんですけれども、せっかくでございますので、客席の皆様からこれを聞いてみたいというような、ご希望ありましたら、ぜひ手を挙げていただきたいと思います。早かったですね。ちょうどですね、中央の、ここの中央の、まあ、今手を挙げてらっしゃる緑かな、あの帽子をお召しの、お客様がいらっしゃるんですけれども、ここの通路から、そうですね、入っていただいて、そこを右折で、あ、はい、で、中央の方。いろんなあの最初から仕掛けがあって、次何が出てくるんだろうということを想像しながら見て非常に面白かったです。あ、ありがとうございます。今日来れてよかったし、あと金曜日の初日にも行く予定でいます。あ、ありがとうございます。で、質問なんですけれども、あの寂しさって意外とそういう役って普通ないんですけれども、その寂しさを演出するにあたっていろいろ工夫した点、あとは演じられて、まあ、いろいろ工夫した点があったら教えてほしいんですけれども。I truly enjoyed this film and so glad that I came to see it today. I'm just wondering, the director, when you are directing the loneliness, is there anything special technique to do that? And also for the acting, for the performance, did you have anything special to act out the loneliness? そうですね、僕ですよね。そうですね、なんかイメージしてたのは白雪姫の、あの七人の小人みたいなイメージがあって、なんかあの結局は桃子さんの孤独みたいなものをこう表現するための一つの役だったような気がして、急にいなくなった時の寂しさだったり、なんかそういうふうなことが起こればいいなと思ったんで、少しあのなんだろう、現場で楽しくふざけてもらうっていうことは多分なんだろう、桃子さんの孤独とちょっとこう相反するものというか、なんか そういうふうに見えたらいいなと思ったんで、そういうその一人になった時が寂しくまた見えたらいいなと思ってはいましたけど。Well, はい。Well, these lonelinesses were almost like the seven dwarfs of the Snow White story. They're there as loneliness, they're representing Momoko-san's loneliness, and they are symbolic of that. But also, I wanted them to be sort of on the opposite side of what she's feeling, the loneliness.So that when she's totally alone, it feels more lonely. なんか小学生男子みたいな感じでって最初言って、めちゃくちゃ走ったりしましたよね。So they were like elementary school kids, like really running. まだ結構あったかい日とかだった時、あのおばあちゃんの気がさねっていうんですか、で走りまくったりしたらすっごい汗だくでしたね。And wearing that costume, which was a lot of wools and things, we got really hot and sweat. 図書館に行く道を、あ、来た来たっつって隠れる。で、また出てきてとかっていうのが最初のシーンだった。そうですね。はい。クランクインの日がだったんですけど、本当何なんだろうなこれって思いながらやってました。なんで俺たち見えちゃいけないんだっけって、あのねえ、桃子さんから見えてもいいような気がするんだけど、来た来た来たって隠れる時に、それはねすごい楽しかったです。でそれからなんか、うん、なんかこう、そう妖精みたいな気持ちでやればいいのかな。First day of shooting was that scene where we're kind of hiding and saying, "Oh, Momoko-san is here." She's walking towards the library, and so we were running quite a bit and hiding. And then I knew that we were almost like fairies that always seemed to be near her.
ありがとうございます。最後、それぞれ皆様から締めのお言葉、最後のお言葉一言ずつ頂戴してまいりたいと思います。まずは青木さん、お願いいたします。いや本当にご覧になってくださってありがとうございました。やっぱり映画館で映画を見るって本当に楽しいなと思うと思いますし、こういった映画を、まあね、こういう状況ですけども、まあ、マスクとか取れてこうバッてみんなで本当に笑いながら見られるっていう日がまた来たらな、嬉しいなって思いますし、いつかそういう日が来ることをまた信じてます。また皆さんともお会いしたいと思います。本当にありがとうございました。 Thank you so much for coming out today. It's great to see movies in a big movie theater. And one day I think everyone can take off their masks and laughall they want, and I believe that they will come. So see you again. Thank you very much. ありがとうございます。続きまして工藤さん、お願いいたします。はい、寂しさという役を、に選ばれたことをすごく誇りに思います。I'm very honored. 3人ともですけど、この3人しかいないですかね、寂しさを演じられる今までね。坂本龍馬の役だったらまだ似てるとかいろいろ条件があるけど、寂しさだをやらせてもらったっていうことが概念ですからね、寂しさと同世はすごいと思いますよ、本当。 And I'm very honored to have played the part of loneliness. I think we three actors are the only actors in the world who've played loneliness. I mean, there are many actors who've played other parts, but loneliness is a concept, so I'm very proud of that. Thank you.ありがとうございます。そして沖田監督、お願いいたします。はい、この映画で、こうやって上映して見てくださったお客さんの前に立つのが、初めてで、何でしょう、いろいろある中で本当に奇跡みたいな、これだけの人に見てもらえて上映できたんで、もう感無量です。6日からまた映画公開なんですけど、一人でも多く映画見てくれたらいいなというふうに思ってます。今日見て面白いなと思った方はいろいろ周りにも勧めてください。今日は本当にありがとうございました。First time for us all to stand before an audience who has seen this film, and in the atmosphere, in the environment we are in now, this is like a miracle that we get to do this, and I am overwhelmed. From November 6th, this film will open in theaters, and I hope many people go see it. And if you'd like the film, please tell your friends about it. Thank you very much. 本日は誠にありがとうございました。皆様大きな拍手でお見送りくださいませ。沖田監督、沖田監督、工藤さんでした。